皆さん、こんにちは。今日は一般常識クイズを出したいと思います。まず第一問目、韓国で有名なドラマ、一昨年か去年放送したドラマですね。はい。そのドラマの名前は、アイノ、なんでしょうか韓国でよく見るやつです。はい。イカゲームよりも前はすごかったです。正解は、アイ不時着でした。はい。第二問目、大相撲、去年引退した力士でございます。 双葉山の記録、止めたのは癖の里。確かに優勝、40回以上の優勝を誇り、えー、まあ、大砲さんの記録を塗り替えたりとか、いろいろですね。はい。その力士は、現在、間垣親方でございます。その力士は誰でしょう日本国籍取得者力士です。はい。もう、平成の大横綱です。はい。正解は、白鵬でした。第3問目、プロ野球、平成唯一の三冠王は誰でしょう これは大体わかりますね。ソフトバンク大英に在籍した選手です。正解は松中信彦さんでした。では、外国人初の参冠王は誰でしょうあの、史上最強のスケットですね。はい。ハッー,ータイガース、ニューダイナマイトダッで優勝貢献。あの、選手ですね。あれ。脇原さん、打たれた3連打、バックスクイーン3連打、掛布岡田とあと1人です。正解は、ランディ・バースでした。ランディ・バースさんご存知かなはい。 そう次、はい。元気 YouTuber の創世記。元気の YouTuber は誰でしょうヒント挨拶やります。ブンブー。ハロー YouTube。よし。これわかるね、YouTuber。正解は、ヒカキンですヒカキンでした。はい。大体わかりますね。はい。今日はヒント全くなしですよ。全くなし。はい。選択肢も全くありません。では、次の問題。 二酸化炭素の言、言語、言、言語は何でしょう英語です、英語。はい。英語と数字入ってます。CO2 でした。これ大体わかりません、二酸化炭素。はい。あとは、まあ、最終問題出します。最終問題。はい。山形といえば何でしょうヒントを出します、ここは。はい。佐藤儀式。紅州法が有名です。東根が特に有名です。 これもう大ヒントになっちゃったね。正解は桜っぽでした。というわけで、超一般常識クイズでした。バイバイ。